ジャガー XJR-12 トム・ウォーキン賞、レーシングは、1976年に、イギリスのオックスフォード近郊のキットリントンで、レーザーのトム・ウォーキン賞が設立した、レーシングチーム兼エンジニアリング会社。同社は、マツダやローバーなどのワークスのツーリングカーレースを、担当する前、プライベー、ターでレース参戦していた。その後、1982年に、 ジャガー XJS でヨーロッパツーリングカー選手権に参加し、数々の勝利を収めたことから、ジャガーと最も密接に連携するようになった。関係は続き、1988年に TWR ジャガーは V10 ンジン搭載のジャガー XJR-9 でルマン24時間レース勝利を収めた。さらに1990年にルマンで再び優勝した。 TWR とジャガーはジャガーのロードカーのチューニングバージョンを製造するためにジャガースポーツを設立しスポーツカーの XJ220 及び XJR-15 をブロックサムの新しい施設で生産に至った。1989年にフォードがジャガーを買収したことで TWR との関係は薄れ1994年までにジャガースポーツは生産され フォードの傘下にあるアストン・マーティンの車の生産のためにブロックサム工場が改修工事された。それにもかかわらず TWR は多メーカーとレースでの成功を達成し続け、特に1996年と1997年にポルシェ WSC95 でルマン24時間レースで連覇を果たした。1998年には日産 R390 を 総合3位に導いた。1985年のニュルブルクリンクでのトム、ウォーキンショーと、ウィンパーシーの TWR ローバービテス。TWR は BMW 3.0 CSL をモデファイするところから始まったが、すぐにイギリスツーリングカー選手権で、マツダのワークス活動を率いる契約をした。TWR が開発した RX-7 は、ウィンパーシーがドライブし、 1980年と1981年の両方でタイトルを獲得した。ウォーキン賞自身も1981年、スパフラン・コルシャン24時間レースで優勝した。ルネメッチにレンジローバーを作成し、ダカールラリーを優勝した後、1982年に TWR はブリティッシュレーランドとの提携を開始し、BTCC とヨーロッパツーリングカー選手権の 両方に、ジャガー XJS と、ローバー3500ビテスを作成した。後者のシリーズで両方の車が成功したことで、世界スポーツプロトタイプカー選手権とインス a GT チャンピオンシップの両方で使用する、グループ C レース用のジャガープロトタイプカーを開発するためのパートナーシップが生まれた。ジャガーの会長であるジョン・イーガンは、1984年に、 ジャガーが民営化された後の計画に熱心であり、スポーツカーレースへの復帰はジャガーに国際市場で必要な投資を与えると感じた。ボブゥ・トリウスのレーシングチームグループ44が最初にインスタでジャガーのマシンを走らせ、ジャガーはグループ44と TWR の両方と提携した。しかし、一つのパートナーが WSPC とインスタの両方で実行できる。 ことが明らかになり、1988年に TWR は両方のシリーズで参戦する契約をした。TWR はシルクカットがスポンサーとなっている XJR-9 を使用して、1988年の世界スポーツプロトタイプカー選手権でチームドライバータイトルを獲得した。TWR ジャガーは1987年、 1988年、1991年に WSPC で総合優勝し、1988年と1990年はルマン24時間レースとデートナ24時間レースで優勝した。シリーズは1985年にトニーサウスゲートによって設計された XJR-6 で始まり、シャーシはカーボンファイバーで構築され、パワーは ハイチューンしたジャガー V 型12気筒エンジンだった。続いて1987年に WSPC でチームとドライバーで優勝した XJR-8。1988年に WSPC チームとドライバーで2年連続優勝した XJR-9 が同年ルマンで優勝し、1990年に再びルマンで XJR-12 が優勝した。TWR は1989年と1990年のシリーズの車である XJR-10 と XJR-11 うに独自のエンジンを開発し3.5リットルツインターボ V6 エンジンを採用した。V12 エンジンは24時間レース以外にはあまり適していなかった。しかし、 ルールの変更により、WSPC はわずか1シーズンで3.5リットルのターボチャージャー付きマシンが使用できなくなったため、TWR は1991年に全く新しい XJR-14 を開発した。これはロスブラウンが設計した TWR 最初のフルカーで、ジャガーレーシングのスイック最終年に開発された。この車は、 スウィックドライバーズとチームチャンピオンシップの両方で優勝したが、ジャガーは不当なルール変更のために、スウィックに関心がなくなった。1991年のインスタでは、TWR は XJR-10 の後継機である、XJR-16 を投入した。14レースで6勝したにもかかわらず、TWR ジャガーはより総合力のあった、日産に次ぐ2位になった。 ジャガーのスポーツカーレースの最後のシーズンである1992年のインスサに XJR-14 をアメリカに持ち込んだが、よりタイトでデコボコした米国のサーキットに対処するための開発が不足していたため、ツイックでの前年の結果を繰り返すことができず、ドライバーズが2位、マニュファクチャラーズで3位になった。1991年、 XJR-14 の生産と並行して TWR は88年ルマンで優勝した XJR-9 をベースに選ばれたカスタマー向けに50万ポンドの XJR-15 を開発した。これはモナコグランプリ、イギリスグランプリ、ベルギーグランプリでの F1 のサポートレースで独自のシリーズであるジャガーインターコンチネンタルチャレンジで使用された。 優勝ドライバーのアルミン・ハーネは100万ベドルの賞金を獲得した。この車はまた TWR によって完全に設計及び製造された唯一の行動仕様のロードカーだった。オーストラリアではウォーキンショーレーシングがオーストラリアツーリングカー選手権に参加した。これにはホールデンレーシングチーム及び HSV ディーラーチームがファクトリー支援チームとして参戦した。 TWR は XJR-14 を TWR WSC-95 に改良した。ポルシェは1995年にインスサの突然のルール変更のために撤退することを決定したが、1996年にヨーストレーシングによってルマンにエントリー優勝した。翌年の1997年のルマン24時間レースでもこの異業が繰り返された。 1997年、日産モータースポーツインターナショナルは TWR に依頼し、スポーツカーレースに参戦するため、日産 R390GT1 の開発を支援した。1998年のルマン24時間レースでは、日産は4台すべての車でレースを完走、総合3位、5位、6位、10位という成功を収めることができた。しかし、 2002年に TWR の終焉をもたらしたのは、1996年に F1 チームのアローズを購入したことによるコストが原因だった。英国の資産と施設は、メナードコンペティションテクノロジーズによって買収された。これらの施設は、アローズのほか、後にスーパーアグリ F1 チーム、ケータハム F1 チームの本部として使用された。 オーストラリアの事業の部分はホールデンに売却された。XJR-10 のデイビー・ジョーンズ、1990年、インスサ、デルマー世界をリードする多くのドライバーと協力した。ラウル・ボーセル、マーティン・ブランドル、テオ・ファビは TWR ・ TW ジャガーをドライブし、WSPC ドライバーズチャンピオンシップで優勝した。TWR は1988年に、 アンディ・ウォーレス、ジョニー・ダン・フリーズ、ヤン・ラマースで、ルマン24時間レースの勝利を収めた。1990年は、ブランドル、ニール・セン、コブ。1996年は、デイビー・ジョーンズ、アレクサンダー・ブルツ、マヌエル・ロイター。1997年には、ミケーレアルボレート、ステファン・ヨハンソン、トム・クリステンセンで勝利した。 ロジャー・シルマントニー・サウスゲート・ロス・ブラウンを含む多くの著名なモーターレーシングエンジニアが TWR でキャリアを積んだ。イアン・カラムは1991年から1999年までデザインディレクターを務めていた。TWR は TWR デザインディレクターでジャガー x j r 1 5のデザイナーでもあったピーター・スティーブンスとも関係があった。 デーモンヒル、アローズ・ヤマハ1997トム・ウォーキン賞、レーシングは1992年から2002年まで F1 に参加した。当初、ウォーキン賞はベネトンのエンジニアリングディレクターになり、1994年にミハイル・シューマッハを最初の F1 タイトルに導いたマシンの開発に尽力した。しかし、ベネトンのボスであるフラビオブリアトーレにより、ウォーキン賞は、 ブリアトーレに買収されたリジェのチームマネージャーのポジションに移動した。リジェの完全買収に失敗した後、ウォーキン賞は代わりに1996年、アローズの過半数の株式を取得した。1997年、アローズは世界チャンピオンのデーモンヒルと契約し、F1 でブリジストンタイヤ導入し世界を驚かせた。チームは1997年ハンガリーグランプリでは、 ほぼ優勝を手にしていた。アローズは、スポンサー獲得に苦労し続けた。2002年に、アローズの解散後、TWR も同じく、2002年に解散した。TWR オーストラリアはすぐに、ホールデンに買収された。D フィールドの TWR テクニカルセンターは、売却され、後にスーパーアグリ F1 チーム、そしてケータハム F1 チームの本部になった。 TWR ジャガー XJR S ジャガー XJ2201997 ジャガー XJ220 TWR はジャガー XJS の大幅にモディファイされたバージョンを開発するために1984年に TWR スポーツを作った。XJRS になったこの車はヨーロッパツーリングカーでのレース経験の恩恵を受け 強化されたサスペンションとブレーキ、チューンされたエンジンと細かい変更、空気力学が改善されている。TWR スポーツの成功は、1988年に、ジャガースポーツと呼ばれる、応弁事業の設立につながった。ジャガースポーツは当初、ジャガーロードカーのチューニングバージョンの製造に重点を置いていた。しかし、ジャガー XJ220 を、 市販化をという圧倒的な需要により、ジャガースポーツは、オックスフォードシャーのブロックサムに、新しい施設が確保され、新しいスポーツカーを設計及び開発することが、決定された。生産は1990年に始まり、1993年まで、続いた。1988年に、ルマンで TWR ジャガーが成功した後、トム・ウォーキン賞は、 多くの裕福の愛好家から XJR-9 のロードバージョンを製造するように求められた。彼は XJR-9 のモデファイバージョンを生産することを決定した。当初は R-9R と呼ばれていたが、最終的には限定版のロードゴーイングレーシングカーであるジャガー XJR-15 と呼ばれた。XJR-15 は、 1991年に XJ220 と一緒にブロクサムで製造された。その後 TWR は新しいアストンマーティン DB7 の設計と開発の役割を引き受けた。この車はイアンカラムによって設計されブロクサムの旧ジャガースポーツ工場で製造された。TWR の最後の完全に開発された。 ロードカーは1996年から1997年の間に製造された XJ220 の限定版レーシングバージョンである XJ220S だった。TWR は標準の XJ220 をカーボンファイバー製のボディワーク、空力ボディキットを取り付け、内装を取り除くことで大幅に軽量化した。チューンされた JV6 エンジンが取り付けられ、 出力680ぶつばり機のパッケージングを完成させた。1987年、ウォーキンショーは、ゼネラルモーターズのオーストラリア部門ホールデンとのパートナーシップを確立し、以前ホールデンディーラーチームのパフォーマンス及びチューニング部門であるホールデンスペシャルビークルを設立した。TWR は、ルノークリオ V6 やサーブ9から3ンビゲンの開発など、 他のメーカーの仕事も引き受けた。TWR は MG ローバーのローバー 45MGZS の後継者の開発にも関与していた。彼らはローバー 75MG ポーランドズボティをより小型車に再設計するために契約した。しかし、アローズと TWR の終焉はこのプロジェクトが RDX60 の生産に到達しなかったことを意味した。 1997年、元オートバイの世界チャンピオンであるケニー・ロバーツが独自のレーシングチームを結成し、オートバイを製造した。ロバーツはイギリスに拠点を置き、F1 業界を活用するために、TWR23 気筒にストロークエンジンの開発を依頼した。モーターサイクルでは、グランプリレースに勝つことはできなかったが、2002年、オーストラリア GP で、 ライダーのジェレミー・マクイリアムスが予選トップでボールポジションを獲得することができた。リカルド・リデル・ボルボ8501994年 TWR はボルボと提携して BTCC に戻った。このパートナーシップは物議を醸した 850S テートレーシングカーで FIA が1995年に 空力補助装置の使用を許可した時にのみ競争力を失った。その後、TWR は1995年に6勝、1996年に5勝、S40 は1997年に BTCC で1勝を獲得し、850、サルーンのマシンを製作して運営した。1998年、TWR ボルボは、リカルドリデルが S40 をドライブして、 英国ツーリングカー選手権でシリーズ優勝した。TWR はロードゴーイングのボルボ c 70クーペットコンバーチブルの設計も支援した。ジャガー XJR-15 カーボンファイバー製の世界初のロードカージャガー XJR-5 グループ C スポーツカーレースに参加した最初のスポーツプロトタイプジャガー XJR-12 ルマン24時間レースで優勝した最後の V12 エンジン搭載スポーツプロトタイプ XJ220 の JRV6 エンジンはオースティンメトロブ 64V エンジンを TWR によって開発した。1984年のジャガー XJS グループ A ツーリングカーローズ A20F1 ジャガー XJ220S。ありがとうございます。